お前さ、俺のこと好きじゃねえの？どうも、アイチです。今年のゴールデンウィークは長いですね。9連休、10連休という方が多いかと思います。で、4月っていうのは新学年のね、みんな新生活が始まって、まあ結構疲れてる方も多いと思うんですけど、割と緊張感があるんで、疲れるんですけど、なんとか乗り切れるんですよ。で、まあ今年長いゴールデンウィーク入りますよね。その時に、ふーと。で、振り返った時に学校楽しくないなとか、いろんなことを思うわけです。で、このゴールデンウィークが明けた後にですね、こういう問題、トラブルが起きるっていうのがちょっとあって、それが、まあ、ネット上の恋愛トラブルです。で、その実生活が、まあ、充実しない、つまんないってなってくると、インターネット上、ツイッターとかインスタとか、そこに癒しを求めようと思って人とのつながりを求める方が出てきます。で、もちろんそれは悪いことだとは思わないんですけど、特に出てくるのが中高生の女の子です。女の子が年上の男性と知り合うきっかけもできますよね、ネット上だったら。そこの方に好意を抱く、つまり好きになるっていう、この状況でトラブルが起きてきます。でも現時点でね、ネット彼氏、まあ、ネット上のね、彼氏がいるって方もいるかもしれません。そういう方にはね、うっせえなと思うかもしれないんですけど、実際にかつて自分の生徒がね、ちょっと危なくなった事例があって、それをちょっと踏まえながら紹介していきます。で、実際に付き合うなって言いたいわけじゃなくって、何を気をつけろって言いたいかっていうと、変なやつの方が圧倒的に多いんだよっていうことは、ほんと頭に留めておいてください。で、例えばね、仲良くなった時にふとこういうラインが来るんですよ。で、まずはみんなの顔を見たいと。で、送ってと言ってきます。で、まあ、ためらう方も多いと思いますね、ここに関しては。で、それはちょっとってなる方と、まあ、送ってしまう方もいると思うんですけど、それはちょっととなったとしても、顔が見えたとしても向こうにとってはメリットがあります。で、これ、まあ、いろんなネット情報とか踏まえて喋ってる感じになっちゃうんですけど、まず顔が見れれば、男からしてみたら、それがタイプかタイプじゃないか、つまり落としに行くか、それを別に捨てに行くかってことが判断できるので、メリットがあるんですよ。で、もう一個、顔を見せなかった場合、これももう一個メリットがあって、次ね、すぐには来ないらしいんですけど、やり取りが続きます、その後に。で、ふとした時にこう来るんです。で、ここで来るのが、この下着姿を送ってってやつです。で、これ上手いのが、一緒に送って、これ自分の生徒がね、実際送られてきた LINE を見せてもらったやつなんですけど、下着姿を送ってなったにこう書いてあるんですよ。もう一通来てて、顔は見えなくて大丈夫だからって来るんです。これ非常にうまいやり方で、女の子がその男に対して好意を持ってるじゃないですか。そうすると、前回顔を見してって言ってるのを断ってるので、次断っちゃうと二重で断るので、ちょっと罪悪感が出るんですよ。で、女の子の方は男の方に好意を持ってるから嫌われたくないっていう心理が働くんですね。で、その上に、顔は見せなくて大丈夫だから嫌だもんね、大丈夫だよっていう優しい面を見せることによって、下着姿を送らせようとします。で、心理的に女の子の方が年下なので、ここでやっぱり断りにくい、まあ顔も写ってなければ大丈夫かな、個人も特定されないしっていう心理が働いて送ってしまいがちになると。で、確かに、まあ下着姿だけだったら、当然本人は特定されないです。されないですけど、もしかしたらそこまでに高校名とか名前だけを教えてしまってるパターンもあるし、その下着姿、まあ顔写真もそうですけど、みんなの姿を一個人に送ってしまったとした時に、その男がもしかしたらネットにばらまく可能性もあるんですね。だから、一概に全員が全員悪いやつとは言わないです、もちろん。みんながもしかしたら今ネット上の彼氏の人は素晴らしい人もいるかもしれない。でも、やっぱり変な人はすごく多いですし、そのね、みんなの下着姿、いろんな人にそういうアプローチをして下着姿を集めてそれを販売してるやつなんかもいるらしいんですよ。だから、ぜひそういう風に言ってくるやつは、みんながもしかしたらね、その時点ですごく好意を持ってて、いい人に違いないって思いたいかもしれないけど、そういうことを要求してくる人間は、その場で切ってください。で、これがですね、その下着姿を送ってしまうと、こいつは送ってくれるやつって判断をされるそうなんです。そうすると、もっと要求がエスカレートしていって、例えば裸の写真を送ってくれとか、胸の写真を送ってくれとか、そういうことを言い始めます。そしてそこまでハマってると、もう女の子はもう男のことが好きなんですよね。その人のためならってなってしまってると。その人に私のことを知ってほしいし、その人が必要としてくれるなら答えたいと思ってしまってる。でも、いろいろ要求がエスカレートすると、やっぱり女の子からしても、これちょっとまずいかなって思い始めるんですよね。そういう時に、冒頭のじゃないんですけど、お前俺のこと好きじゃないの？って送ってくるそうなんです。俺に嫌われたいの？嫌うよ俺みたいな脅しをかけてくるんですね。そうすると、もう主導権が男の方に行ってしまってるので、女の子は言いなりになってしまいます。途中でもね、言いましたけど、一つの画像でみんなの人生が一気に狂うとまだ言わないですけど、でも、いろいろおかしくなっちゃうよ。
ちょっとみんなの心のね、その、なんだろう、学校生活がつまんないなとか、実生活がつまんないなっていう心の隙間を狙ってきてるの。みんなのここの隙間を埋めようとする優しさじゃないんだよ。つけ込もうとしてるだけだから、そういう男は。好きっていう感情は判断能力を鈍らせてしまうから、だから一歩ちょっと一歩客観的に第三者の自分の目線で見て、これは良くないかなと思ったらしっかり切れる勇気を持ってください。男なんていっぱいいるからね、いっぱいいるよ。だからその人だけが全てじゃないから、みんなの人生が狂わないように一つの目線として、この動画で喋ったことを少し頭の片隅に置いておいてもらえれば幸いです。